佐々木和弘、佐々木和弘、佐々木和弘、1968年2月22日体は、元プロ野球選手、当主。日本プロ野球迷宮会理事、野球解説者、野球評論家、タレント、バッシュ、レーシングチーム、D、ステーションレーシング総監督。日本プロ野球、以下、NPB、メジャーリーグベースボール、以下、 MLB で抑え投手として活躍。日本人選手として最多となる MLB 通算129セーブ、NPB 時代だけで歴代3位となる252セーブを記録するなど、NPB、MLB 通算で381セーブ、日本人史上初の通算300セーブを記録し、抑え投手として一時代を築いた。愛称は大魔人。 MLB でも大魔人という異名で呼ばれた。また、NPB シーズン通算最多セーブポイント記録保持者、現在はセーブポイント制度がなくなったため、旧公式記録、日本プロ野球迷宮開発のセーブ数による入会者である。血液型は O 型。宮城県仙台市に生まれ、小学2年の時に、泉市、現在の仙台市泉区へ転校する。 小学4年の時に地元の少年野球チーム、証言アタックスで野球を始めた。4番のエースを務め、のびのび野球を通じて、野球の楽しさを体感した。泉市立証言中学校では、野球部に所属し、エースピッチャーがいたため主に野手として、試合に出場。武田俊明監督のスカウトが、きっかけとなり、反対する周囲を説得して、東北高校に進学した。 東北高校では2年の夏からエースとして3期連続甲子園大会に出場し、3年の春夏はベスト8に進出した。東北高校の同級生、チームメイトに元阪神の笠西実がいる、佐々木は笠西を右くん飛んでいたという。また、高校時代に親しかった同級生の2つ年下の弟は斉藤隆で昔からの顔見知りであった。斉藤とは、 高校、大学、日本プロ野球で同じチームに属することとなった。高校卒業後は東京の大学へ進学することも考えたが、東京で遊びに走ることを憂慮した武田監督の勧めで地元の東北福祉大学へ進学した。東北福祉大学時代は全日本大学野球選手権大会で2度準優勝、2年3年、している。 当時の東北福祉大学は黄本期を迎えていて、大学の野球部の同僚には、大塚、矢野、金本、上岡などがいた。大学在学中には、高校野球の指導者になるために、教員資格を取得している。のドラフト会議で、横浜太陽ホエールズが一位指名で交渉権を獲得。大学時代は、故障続きで腰の手術を受けたこともあって、 大塚くん、同東北福祉大から西武ライオンズに3位指名の大塚工事は、いいや。僕は、欠陥商品ですから。と発言し、プロ入りを拒否していたが、球団から説得され入団。契約金は6000万円、年俸は600万円、金額は推定。背番号22は2月22日午後2時22分生まれに、由来すると言われ、ルーキーイヤーの春季キャンプを扱った。 スポーツニュースでは、平成2年2月22日に22歳の誕生日を迎えた背番号22の佐々木投手等特集も組まれたこともある。また、市外局番の0二二が宮城県に割り振られていることにも言及し、宮城県出身の私にとっても嬉しいと、実著で触れている。以後日米のキャリアを通じて背番号22をつけ続けた。入団当時の監督。 須藤豊は、チームで最もいい投手が抑えを務めるべきであるという考えから、看板投手の遠藤和彦を抑えに起用していたため、1年目のは16試合に登板したが、先発で7試合に登板した。同年は2勝4敗にセーブ、防御率5.85の成績で終わった。はシーズン序盤までは先発で起用されることもあったが、先発投手としては、 中盤に9位が落ちスタミナ面で課題が残る、投手であった。しかし、遠藤の故障離脱により抑えに抜擢されたところ、安定した成績を収め定着。速球と略差のあるフォークボールを武器に高い、脱三振率を記録。8月28日の対広島戦の9回、見逃し5球、空振り4球、ファウルなしの3者、連続3球三振を達成している。 同年は58試合に、当番、6勝9敗17セーブ、防御率2.00の高成績を残す活躍を、見せた。2は、開幕から1年間ストッパーを務め初タイトルである、最優秀救援投手に輝く。この年、中継ぎの森田美幸日から佐々木への系統リレーが、確立された。は、夏場に故障した影響で十八試合で三勝六敗、二十セーブ。 防御率3.27と今一つの成績で終わった。同年オフの契約公開の席で200万円ダウンの年俸後、300万円を提示されたことに怒りの態度を見せ、トレード時期各球団争奪戦かと報じられた。一時は福岡大英ホークス有力とも言われ、横浜球団も最初引き止める姿勢を見せてなかったが、後に、 絶対出さないという態度に転じ、球団によって、トレード交渉当面凍結という宣言が出され、また当時の監督、近藤昭人の説得もあって、結局は残留という形で決着した。ワキャンプ時に肘を故障し手術することとなり、前半戦を棒に振る。その間、小沢投手の座を森田に譲った。夏場に一軍復帰してからは再び押えになり、9月18日の、 広島戦で七者連続三振を記録していい。この当時、三 k スポーツの巨人担当記者が佐々木を敵チームから見て悪魔の守護神を略した魔人と表現する。また、佐々木の風貌が大英の劇中のキャラクター、大魔人に似ていることもあまり、浜の大魔人というあだ名が定着した。和をさ投手として完全復活を遂げ、自身初となる三0セーブ超え、 防御率1点台を記録し、3年ぶりに最優秀救援投手を獲得する。7月8日のヤクルト戦で史上最速となる500奪三振を達成。地元横浜開催となったオールスターにファン投票で選出され、先発登板。パリーグ戦投打者の一郎との対決が話題となった。オフには横浜生え抜き投手として初の1億円プレイヤーとなる。は あまり調子は良くなかったものの2年連続となる最優秀救援投手を獲得する。この年のシーズンオフ、球団が武藤勝児を解雇したことに起こり、メジャーリーグ遺跡を示唆する。またシーズンオフ、自主トレーニング先のサイパン島で不祥事を起こすといったこともあった。は、シーズン前の雑音を封印するかのように奮起し、シーズン無敗、防御率零点内の活躍を見せ、 チームの2位躍進に貢献。3年連続の最優秀球位を獲得。特にチームが急上昇した8月は、プロ野球記録となる月間14セーブを挙げ、月間 MVP を獲得している。シーズンオフには、約1億5000万円アップの年俸3億3000万円で、公開。は、父親の一周期でもある7月7日に、 1996年8月31日以来の675日ぶりの敗戦を記録するまでシーズン実績点0を続ける。結局敗戦はその一敗のみで当番数51試合30セーブ以上上げた投手の中でも歴代トップの防御率0.64、実績点4という安定感ある成績を残し史上初の40セーブ超えであり当時プロ野球記録で 135試合制の記録としては、歴代最多となる45セーブ、当時公式記録の46セーブポイントも日本記録を上げ、4年連続となる最優秀救援投手賞を獲得して、横浜の優勝に大きく貢献した。10月8日のリーグ優勝を決めた試合にも抑えで、登板し、新庄剛から三振を奪って、胴上げ投手となった。佐々木は後に自らこの試合を、 ベストゲームとしている。この年は、シーズンのセーブ、セーブポイント数の日本記録に加え、6月4日の巨人戦で香取吉高を抜いて、通算217セーブポイントの日本新記録。当時、6月17日の阪神戦で17試合連続セーブの日本新記録。6月30日の広島戦で22試合連続セーブポイントの 日本新記録8月5日の阪神戦で江夏豊かを抜いて通算194セーブの日本新記録当時8月7日の広島戦でプロ野球史上初の2年連続30セーブを達成するなど日本記録ラッシュが続いた6月と9月の月間 MVP も獲得している9月19日には 横浜の優勝を祈願して、横浜駅東口の地下街ポルタ内に、佐々木のフォークボールの握りを再現したブロンズ像をご神体とした浜の大魔神社が設置され、翌1月17日に撤去されるまでの間に約1、660万円のお祭銭が集まった。日本シリーズでも第6戦で金村義明を閉札座に打ち取って、胴上げ投手となり、 MVP をはじめ、勝利期松太郎賞、日本プロスポーツ大賞を受賞。シーズンオフには、一郎と共に、プロ野球史上初めて年俸5億円に達した。また、浜野大魔人はこの年の新語、流行語大賞を受賞するなど、社会現象となるほどの活躍を見せた。2FA 権を取得し、メジャー移籍が可能になる。 シーズン中に故障し戦線を離脱するが、シーズン中にもかかわらず手術を受けたことに対して、球団は不信感を持ち、佐々木も遺跡を匂わせるような発言をした。結局この年は、長期離脱が響いて23試合の当番に終わり19、セーブに止まったが、防御率は1.93とこの年も、安定感は、抜群だった。オフに、トニーアタナシオ、を。 代理人とし、FA 権を行使して MLB のシアトルマリナーズと総額1200万ドル出来高の3年契約4年目は年俸500万ドルの球団オプションを結ぶ当時のマリナーズヒットオーナーであった任天堂の山内博士はメジャーリーグのピカチュウになってほしいとコメントしたメジャー移籍後横浜球団が背番号22を他の選手に渡したのは 佐々木の行動に対する失望や不信感からだとされている。佐々木は日本一になった年のオフ、球団にメジャーに行きたいと訴えたが強引に引き止められた。は、スプリングトレーニングで、ホセメサとクローザーの座を争い、開幕5日前の3月30日にクローザーに指名される。4月5日のボストンレトソックス戦でメジャー初登板。 この時政府コフィールドの電光掲示板には、ようこそ、マリナーズ大魔ンという日本語の電光文字とともに、ジア魔ンと文字が逆に表示されるハプニングもあった。しかし5月10日のテキサスレンジャーズ戦で、デビッド・セギーに、1991年にオチアイ、落合博光に打たれて、以来となる、サヨナラ本塁打を浴び、12日の、オークランドアスレチックス戦でもマット捨てずに、 さよなら本塁打を浴びて、中継ぎに降格。しかしその後クローザーを務めたホセメサも23日のボルチモアオリオールズ戦でさよなら本塁打を浴びたため、再びクローザーとして起用される。6月6日のコロラドロッキーズ戦では、村上正則と長谷川重人氏に並ぶ、日本人最多タイの旧西部名を記録し、12日のカンザスシティロイヤルズ戦で日本人、 最多10セーブ目を挙げた。オールスターゲームに選出されることはなかったが、出場選手全員のサインがされた、佐々木のユニフォームをアレックス・ロドリゲスからもらい、一生の宝物ですとコメントした。ポストシーズンでは4試合に登板し、無失点の投球で3セーブを挙げたが、チームはニューヨーク・ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズで敗退した。レギュラーシーズンでは、 最終的にリリーフ投手中、リーグ一位の脱三審率十11.20、同六位のホイップ一1一六の投球で、メジャー新人記録の三十七セーブ、にネフタリフェリスが四十セーブを上げ更新を上げ、アメリカンリーグ新人王に選ばれた。四月十六日のアナハイム・エンゼルス戦では、自己最速となる九十六メートル PH、約時速百五十四キロメートルを記録するなど、 好調なスタートを切り、4月のメジャー最多記録となる月間13セーブを挙げる。5月29日のオリオールズ戦では1994年にリースミスが達成したチーム46試合目に次ぐ、史上2位のチーム50試合目での20セーブ到達を達成し、5月終了時点で21セーブと最多セーブは確実と見られていた。しかし、 7月2日に29セーブ目を挙げて、以降は、セーブ機会が減り、オールスターゲームに選出されセーブを記録したほか、8月2日のデトロイトタイガース戦で、NPB、MLB 通算300セーブを、翌日のクリーブランドインディアンス戦で、メジャー2年目でのアメリカンリーグ全チームからのセーブを、8月18日のニューヨークヤンキース戦で、 当時の球団新記録となる38セーブをそれぞれなするも終盤には右大体を痛め調子を崩しマリアノ・リベラに後、セーブ差のリーグ2位に終わった。レギュラーシーズン最終当番となった10月6日のレンジャーズ戦では MLB 大記録となる地位116勝目を45セーブ目で飾り、こんな試合を締めくくれたのは光栄ですと語った。ポストシーズンでは、 4試合の登板で1セーブを挙げ、脱三振率13.63の回答を見せるが、ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズ第4戦では、自己最速体となる96メートル PH、約時速154キロメートル記録するも、アルフォンソソリアーノにサヨナラツーラン本塁打を打たれ、敗戦投手となり、チームは、翌日の試合にも負けて敗退した。これが、その後低迷したマリナーズが、 ポストシーズンを戦った近年最後の試合で、結局、佐々木はワールドシリーズで登板する機会はなかった。オフにはシーズン終了報告で、任天堂の本社を訪れ、メジャー移籍を目指していた谷重元信の獲得を進言したが、入団には至らなかった。は、夫人の病気により一時は日本に帰国したが、6月1日まで、自責点0と口頭を続けた。 6月26日のアスレチックス戦で19セーブ目を挙げ、史上最速となるメジャー通算160試合目での通算100セーブたちを達成。オールスターゲームにも前年に続き2年連続で選出され、メジャー自己ベストの防御率2.52を残す。しかし後半は右肘を痛めて、やや調子を崩し、自己ワーストとなる救援失敗8を記録。レギュラーシーズン終了後は、 アメリカ MLB にいるとテレビプレーオフを見てしまいポストシーズンに出場できなかった悔しさが倍増してしまうと10月上旬に帰国。オフには日米野球の出場も辞退し右肘の有利軟骨除去手術を受けた。この年はその他自らがオーナーを務めるモータースポーツチームチーム22でフォーミュラ日本に参戦し 伊藤大輔をドライバーに起用したメンテナンスはムーンクラフトに委託はアスレチックスとの日本開幕戦の記者会見に一郎と共に出席シーズンでは4月3日のアスレチックス戦で1イニング4三振のチ記録を達成するが同月23日に右腰の張りのため初の故障者リスト入り5月には復帰し投球にカットボールも交える余裕もできるほどの 高等を続けたが、6月8日、遠征から帰宅し自宅にスーツケースを運び入れ際の、店頭で右脇腹を強打し、再び故障者リスト入りする。この故障については GM に、最もがっかりした特言を呈され、自身も、恥ずかしい。ほんとバカだね。こんなところで特やんだ。8月13日のトロントブルージェイズ戦で復帰して、以降は、校長を維持した。 長谷川重人氏がクローザーを務めたため、セットアッパーに降格。シーズン終了後には、マリナーズとの残り1年契約を破棄して対談。対談理由については、日本で家族と一緒に暮らすためと説明した。この年は、前年に引き続き、フォーミュラ日本にも参戦。メンテナンスは、チームルマンに委託。脇坂都市一をドライバーに起用し、2勝を挙げた。12月には、 名球界の規約変更に伴い、名球界入りを果たすに。日本プロ野球の日本人選手としては2018年現在、歴代最高年俸となる6億5000万円の2年契約を結び、横浜に復帰。球位は衰えていたが、数種類に変化するフォークボールと、絶妙なコントロール安定した成績を上げていた。ただし、山下大輔監督は佐々木を、 西武機会以外での起用をほとんどせず、チームに西武機会がない時は10試合以上登板がないこともあり8月になっても35試合以上に登板していないという状態になった。そして8月4日の中日戦、7日のヤクルト戦で連続して救援に失敗、翌8日のヤクルト戦では、土橋勝幸、岩村明則、古田敦也に3連続本塁打を浴びて、 逆転負けを喫する。11日、引退の意向を球団に伝えるが異流を受けて、後に撤回。その後二軍落ちし、そのままシーズンを終えた。結局25試合の当板で1勝2敗19、セーブ、防御率3.18とやや物足りない成績となった。4月2日の中日戦でシーズン初当板するも、高橋光信に逆転さよならに乱本塁打を打たれて、 敗戦投手になる。4月13日のヤクルト戦でシーズン初セーブを挙げ、翌日もセーブを挙げるなど一旦持ち直したように、思えたが、4月21日のヤクルト戦で、サヨナラ負けで敗戦投手になり、この時点で8試合0勝3敗4セーブ防御率 9.53? の成績となり2軍落ちした。この3敗はすべて逆転サヨナラ負けである。その後復帰を目指して、 調整を続けていたが調子は上がらず、またその間にマーク・クルーンが抑えに対等したこともあり、チームの戦力構想から外され、8月7日に現役引退を表明。お袋の前で投げたいとの希望により、2日後の9日、故郷、を、仙台のフルキャストスタジアム宮城で行われた、巨人戦で、高校時代からのライバルで親友でもある、清原和弘相手に、 事実上の引退登板をした結果は三振。佐々木は球団との契約を盾に湘南シーレックスのユニフォームを着用せず、イースタンリーグでの調整登板もしていない状態であることから、横浜の牛島和彦監督はゲームに影響が出ないよう、普段は救援投手である旗雄二を先発させ、清原の第一打席で佐々木を投入。清原の打席後、 改めて本来の先発投手、門倉健を登板させるという系統策を取った。この投手起用について、牛島は試合前、巨人の堀内つね監督に、お騒がせして申し訳ないと謝罪した。この引退投番については公式戦の私物化と、批判する意見もあり、チーム内でも、この件に関し、野村弘樹コーチと、副大佐尾ヘッドコーチの間で対立が生じた。ちなみに、 この仙台での試合は、巨人の主催で開催されており、余計に物議を醸した。10月8日の本拠地横浜スタジアムでのヤクルト戦で、最終登板する予定だったが、今日の試合での登板はチームに迷惑をかけるとして、自ら自体、セレモニーのみが行われた。この時の挨拶で、生涯野球人であることを誓いますと述べた。現役引退後は、 TBS テレビ、TBS ラジオ、2017年まで、日本放送、2018年以降と、日韓スポーツの野球解説者に就任し、野球評論家として活動。12月7日、野球殿堂入り候補者名簿、プレイヤー部門に掲載される。2月に韓国プロ野球、LG ツインズの臨時インストラクターを務める。2006年5月16日、 ノルの馬種登録、2006年11月には JRA の馬種登録を行っている。当初は所有馬の多くに魔人の冠名を付けていたが、近年は廃止しており、その代わり所有馬の名前には部が含まれることが多くなった。2012年2月11日のクイーンカップで、所有馬のビルシーナ、立東、友道康夫旧舎が一着となり、 馬ッとして初めて重賞競争を制覇すると、さらに翌々週には、半球杯でもマジンプロスパーが優勝している。2013年5月12日、ビクトリアマイルでビルシーナが優勝し、初の GI 競争制覇を果たしている。2014年1月17日、野球伝動博物館より、平成26年度野球伝動競技者、表彰者として、秋山浩二、 元福岡ソフトバンクホークス監督、野茂秀夫、元近鉄バファローズ、ロサンゼルスドジャースなどと共に選出されたことが発表された。2016年2月2日、同期生のライバルだった清原和弘が覚醒剤所持で逮捕された事件に関し、佐々木は2年前に一緒に食事した時は薬物をやってないと言っていたのに、残念というか、 裏切られた気持ちで悲しいとショックを隠せなかった。同年5月17日に行われた清原被告の初裁判には、自ら上場証人として出廷したことでも話題となり、閉廷後の佐々木は清原に対し、彼の構成への本気度は法廷での涙を見ればわかる。それだけの精神力は野球をやってきたから、頑張ってくれるはず、彼のあんな顔を見たくない。 早く笑顔の清原に戻ってほしいと終始複雑な表情でコメントした。2017年2月15日、スーパー GT やスーパータイ Q に参戦している D ・ステーションレイシングのチーム総監督に就任することが発表された。日本のモータースポーツ界には14年ぶりの復帰となる。前回は現役時代だったのでなかなかサーキットに足を運べなかった点を反省し、 極力レースの現場に訪れるようにしているという。同年タイブリーラム戦では、スタート前の雨で路面が濡れている中晴れ用のスリックタイヤを佐々木監督自ら決断、これが的中し三位表彰台を獲得している。2018年8月に開催された第100回全国高等学校野球選手権記念大会において、8月20日の準決勝戦第2試合、 大阪桐蔭高校対、西尾高校戦のプレイボール直前で、レジェンド始球式に登場。フォークボールはあえて投げず、真ん中速球のボールを放り投げると、甲子園球場の大観衆から、盛大な拍手歌詞が湧いていた。なお同日準決勝、第1試合前の始球式では、佐々木と同級生の桑田雅美、PL 学園高校出身も出場した。 さらにそのレジェンド始球式の数日前には、親友の清原が守として、キャッチボールの連パートナーを務めてもらったことを明かしている。最速時速 154km の速球と、数種類のフォークボールを武器としたほか、時速 120km 台のカーブも混ぜ、2003年にはカットボールも投げた。握力が非常に強く、佐々木の投げる落差の大きなフォークは、 2階からのフォークとも形容された。カウントを取るための遅いフォークと三振を奪うための速いフォークを投げ分けた。フォーシームの握りで速球を投げるように手首を固定せず、スナップを効かせて回転をかけることで投げる時速 140km 前後のフォークと手首を固定しほぼ無回転のチェンジアップ気味のフォークを投、ね、げ、縫い目にかける指を調節することで軌道を左右に振り分けることもできた。 ボールにわずかなジャイロ回転をかけることで落差が増し、回転しているので、打者にフォークと判別されがたい。また、握りで球種を見破られることを防ぐために、横幅の広い特注のグラブを作ったほか、リリースの瞬間に、速球の握りからフォークの握りに変えるなどの工夫も凝らした。カーブは、メジャー移籍前の横浜時代には遊び玉として使用したが、 保守の谷重元ノブが怖くて実戦では使えないとして数球ほどしか披露されていない。一方、シアトルマリナーズ遺跡後はダン・ウィルソン保守がこのカーブを高評価し実戦でもフォークによく折り込んで投げていた。プロ入り当初はランナーがいない時はノーワインドアップで投球していたが、抑え投手に定着してからはランナーがいなくてもセットポジションで大きく足を上げて投球していた。 また、ランナーがいる際は足をあまり上げずに、すり足気味で投球をしていた。佐々木を苦手としていたバッターは多く、特に巨人時代の松井秀樹は打率。080、25打数に安打と佐々木を大の、苦手としていた一方、落合博光は打率。444、36打数16安打4、本類だとよく打っていた。巨人時代に、 落合は佐々木から日本塁打を放っているが、日本とも松井が倒れた直後に打っている。小学校時代の自身の経験から、中学生までは厳しく叱責せず楽しく、野球をやらせるべきとの考えを持つ。小学生からアドバイスを求められても、技術的な指導はしないという。甘いもの、特にプリンが好物である。また料理も小学生の頃からしていたため得意。 父親が乳製品メーカーに勤めていたため、子供時代は乳飲料を水のように引用した。商業用、いわゆる BBMK などのトレカにはサインをしない主義であったが、BBM2061 ショートトンバージョンの引退選手のコンテンツで初めて商業用の直筆サインを50枚書いた。1990年代後半によくゲストで、 登場していた、ショーアップナイタープレイボールで、横浜の先発オーダーを佐々木が発表する際、日本人選手では、年上の駒田徳博には、5番ファースト駒田さん、継承をつけていた、中根ひとしらとの年上の選手が先発の際も同様。血液型は、O 型。父は百九十七年七月七日に十三歳で、亡くなった。百九十一年に、 元アイドルの清水香里と結婚。その後長女と長男が誕生したが、メジャーリーグに行った頃に起きたすれ違いや、江本香菜子との不倫関係、江本の妊娠により、夫婦仲は修復不可能になり2005年3月18日に離婚。子供2人の親権は佐々木が持つことになった。翌月の4月29日に江本との間に男児が生まれ、5月9日に再婚。 2006年6月29日、再婚後二人目の子、男児が誕生した。他、他、他。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。